はい、岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。今もうね、夕方なんですけど、ちょっとね、ティーグラウンドの刈り込みに、来ました。で、グリーンの方を見るとね、霧が立ち上ってきて、ちょっとね、幻想的っていうかね、そんな感じなんですけど、でもこっちの、クラブハウス側は、まあ、ちょっとね、画面じゃ確認しづらいと思うんですが、まあ青空になってますね。だんだんこれ霧が濃くなってきて、見えなくなりそうです。なんでちょっとちゃっちゃと買って、終わりにしたいと思います。以上になります。